はい、それでは、えー、始めていきましょうかあ2021年向けの便利試験、えー、向けに今日はですね、えー、宮口流、えー、担当論文リベンジ豪華校ということをねあーこれだよこれをね今日テーマとしてやっていきたいなとこのように思っております歴戦人講師宮口ですおはようございます こんにちは。夜の皆さん、こんばんは。ねえ、夜はあのー、飲み屋さんに行かずに勉強してください。ね、夜の皆さん。ねえ、えー、さあそれではですね、えー、早速どういう話かね、見てみましょうか。うん。まあやっぱりあのー、これね、あのー、まあ結局。 中上級講座、まあ、あの取ってくれという感じなんですけどあのまずね私のその狙いをねちょっと紹介したいなとこのように思いますから、えー、ちょっとレジュメを中心にねやっていきたいなと思います。えーまあ、私がやる講座の,その趣旨をあの分かっていただくということです。 えっと今日の私のレジュメまずあの論文のねトリニティ講座というものをやるんだけど、えー、それはね論文の,、えー、あのトータルサポートコースというね名前が付いたトータルサポートコースという名前の付いた、えーまあ、講座があるんですよ。こういういね トトーーータルサポートコースよね、えー、その中の論文編が「論文トリニティ」という名前になっておるんです。ねえー、でトリニティの意味は分かりますかね皆さん。トリニティの意味はああこれです、ね、さっきのやつこれ2020だと <laughs> すいませんねこ,これねあれと思ってこれちょっと2020だからねあのこ,こっちのです。え 最新対策縦のやつね縦バージョンが今年のやつやからねいろんな先生乗ってますけどで私がやるほらトータルサポートコースねなんかあの生命保険にありそうな感じのねコースですけどトータルサポートねえー、いろんな五大疾病に、えー、完全防備みたいなねトータルサポートコースうん。 でそれの,あの論文のところがトリニティというねやっぱりね三密体という根底にはそれがあるというところなんですよ。えー、ここにあります通りね「えー、趣旨小事例対策本格的な事例対策」で実践あの答,答案構成ね。であの答案を書くのはそれは当連に任せればいいんでまあそんな感じです。 でその論文トリニティの極意といったものを、ね、皆さんにご紹介したいんだけどこれね実は去年のあ、まあ、テキストをちょっと皆さんに配ってるんですけど実はもう去年からですね、まあ、私の講座ね、えー、いち早くこう改正を取り入れておりましてねでしかもあのほら旧バージョンと新しいバージョンが一目で分かるように、まあ、こんな感じになっていると普通はもうどっちかでしょ。 現行法かか改正後かどっちかかじゃないですかでちょうど過渡期にありましたから改正の今年はもうねあの下だけでいいと思うんですよ。もう完全に施工されてますからあー。ところが去年から今年にかけては施工日も今一つよくわからないという状態だったのでまあ両にらみで勉強すると現行法と改正後の法律を両方 勉強しないといけないような、そういう雰囲気がありましたから。えー、原稿現行法勉強して、改正後はこうなるぞと。そういうふうに、まあ、教えていたわけですね。で、えー、まあ、審査基準も学べます。私の講座見てください。ほら。部分証の成立要件、審査基準七十一点一。あれ、先生。これ七十一点一って、もう番号古くありませんか。そうです。これも古いんです。うん、なんたって、あの、去年のテキストだが、古いですよ。 だからこういうところも新しくしますっていうところをまず言いたい、ね、あのもう審査基準が今年の4月1日からニューバージョンが施行されてますからね新しくします当然審査基準、ね、そうなんですよであとはねそうです次の部分衣症にかかる衣装の認定のところもね審査基準の番号があ古いですよねこういうのも一新します 新しくしくますよって、ねでまあ語呂合わせなんかも教えますよ。舞踊機系だみたいなね。でとあの知ってる人は知ってるけどもこの形態という概念使わないんだよね新しいバージョンだとね。形状等という概念になるし、うん、それからあの物品だけじゃないんですよね今ね物品等ですよね。だって建築物とか画像もありますからほら。 そういうところも新しくします心配しなくて結構です、ね、であのまあ従来からねその、まあ、従来から非常に重要な話もあトラディショナル的に重要な話もちゃんと押さえる部分小体完成品の部分小体全体症であ、まあ、こっちが原告で後ろが被告だとするとね 僕はどうしようし青であれしようかあ,あそれで私前のガイダンスの時に色の使い方の表がないっつってちょっと大騒ぎしましたけどあの後からつけますからこういうこういうのねうんこう色のお約束あるんですよ、うん、7色あればいいからね、うん、ほら1 2 3 4 5 6 一二三四五六七、七色あればいいです。まあ、私、あの七色揃えてますからね。あの常日頃から。ほら。宮口講師用です。ね。<laughs> ほら。ね、ちょ、ちょっと、あの。まあまあ、これでも、整理整頓されてる方なんですよ。ね、これ、あの。受講生。 がくれたのかなこの瓶みたいなやつこれ先生これに入れてくださいよっつってねこういうそれはあのちゃんと使って整理整頓しますからこれはあの、ね、手裏剣みたいな蛍光ペンですけどねまあそ,そんな蛍光ペンの話はどうでもいいんですはいさあそれではあのー、まあだからいち早く崩壊性に、えー、踏み込んでおりしかもさらに あの審査基準のニューバージョンにも対応していきますのでご心配なくというところを言いたい。うん、でやっぱりね私があの言いたいのはねインプットの講座って眠くなるんですよ基本眠くなりますからところどころこういう例題なんかを用意してねほら意証法における部分意証制度について制度趣旨 高知衣装と菅にかかる部分衣装との類反断に言及しつつ説明せよみたいなね、うん、で枠があってさ、うん、こんぐらいの枠だからあそんな大変じゃないですよ、ね、下の問題なんてもっと枠狭いんだよな、ねえー、衣装法における画像の保護範囲について、えー、衣装が物品にかかるものと規定されている観点から述べようと、うん、でこれあの実際の本試験ですよほら。 平成29年問題1の説問題のですでこれはね残念ながらもう二度と出せません。なぜならば遺書が物品にかかるものと限定されている観点ね。うんだからね今もう物品に限定されてませんから物品にかかるものと規定されてませんよ。ええ。 えー、だからね問題を変えて出します私はね現行法では、うん、この格問自体が現行法に対応しきれていませんだから今年は私がねあの改造問題を作りますからねまあ。 出典はこれにしますけど改造問題ねこの辺の表現をうまいことね、えー、改正法にも対応できるようなそういう問題にします。例えばね、えー、物品等との関係について述べようと。ね。衣装法における画像の保護範囲について、えー、物品等との関係を意識しつつ述べようと。ああそれでもいいね、うん。もうここで書いちゃおうか。ね物品 物との関係に言及しつつ述べようとかねああいいじゃんねはい。異性法における画像の保護範囲について物品等との関係に言及しつつ述べようという感じですよね、えー、どうでしょうか はい、まあそんな感じで、えー、改正法の理解が進むように、えー、それから改正法への対応を意識しながら私がテキストを作っていきます。さあ関連書ですけどねあこれはあれじゃん旧バージョンだよこれ。ね、だから関連書も去年は去年というか改正前は本当に、えー、4項までしかありませんでしたよね。 で新しいバージョンは8個まであるんですよほらちょっと俺邪魔かな消えようかね八8個まであるんですよこれがまあニューバージョンですよねほらこれ分かりやすいやろ左が旧バージョンです右がニューバージョンですねこういう感じでこう分かりやすく改正前と改正後が必要に応じてやっていくけんねいいでしょう パッと見てわかるよねでもちろんね去年からも改正は意識してんだよ改正は意識してんだけどほらまだあの青本が出てなかったもんだからあの出典がですねどうしてもあのこういうその改正前の資料っていうんですかねこう改正に持っていくためのいろいろなその委員会でこう討議された内容 こうういあのこの JPO5JP というのは特許庁のホームページですからね特許庁のホームページのそのさまざまな資料をねまあなんとかこう、えー、寄せ集めというか頑張って出店を探していきましたけど今年は皆さんあの青本がね出ましたからあのそういった意味では基本青本ベースでいきたいなと思っております。 ね、出典がこういうそのちょっとね、えー、マイナーなものではなくて今年はメジャーなものあ審査基準も出揃いましたし青本も出ました改正本も出ましたからね、えー、そういう,うその勉強のしやすさを考慮してその出典を考えていきます理由付けの。うん、であと実務的な視点からね 私あの実務もやっておりまして、えー、そういう意味では「遺書の,の実務はこんな感じでやるんだよ」というねできると思いますあのできると思いますうかできますんであのほら「遺書を取るさんで真相をってどうやるんだと」とうこ,うこういう感じでやるしね「うん、部分遺書の欄はなくなったしねほらなくなりましたよ」とね鼻からないより、まあ、一応書いてもう削除されたんだよと。 ね、もうないらないんだよと分かりやすいじゃんその方がねあそんなところですかねあとここに5に5100円ってあるけどこれどういう意味なのかと確か出願手数料1万6000円だったはずだよなとなんだこの5100円謎だなと、ね、そういう謎の解明をしていきますもうすでに分かってる人は分かってると思うんだよねあで,でまたほらあのさっき見たように インプット系の講座は眠くなりがちなんでところどころ一緒に考えてみましょうよ的なねあの役に立つそのファンダメンタルな、ねえー、そういう問題に取り組んでいくこれが例対策や、ねうん、じゃあ今度はねあの、まあ、エミネントっていうねあこれはさっき私があ中上級で担当するトータル的な講座のネーミングがトータルサポート講座です。 で論文は「論文トリニティ講座」ということになります。ねえー、で担当があのトータルサポートコースの中でも担当がエ、ね「エミネント」というね「エミネント」ってどういう意味か分かる「卓越した」っていうネーミングなんですよあ意味があの卓越したという意味なんですね。卓越した講座なんですよ。 ね、そうですねあいいこと言ってるねこれねあの「論文トリニティ賢いと思わせる端的な表現論文はたくさん書けばいいと思ってませんか」と「弁理士受験指導会でそのことに対するアンチテーゼを展開するのは私だけですと」と私ぐらいでしょうねあの少なく書きなさいって言ってる人はあの、まあ、唯一 RR である911彼らみたいなもんですよね。 えー、何のこっちゃと思うかもしれませんけどね。車、あんまり知らない人は何のこっちゃみたいな。で、読み手にあの、賢いなという印象さえ与えられれば受かります。ね。冗長な答えが求められていた過去の便利試験とは違って、今は端的な答えが求められます。で、こういったその私の考え方に共鳴で、できる人、ぜひ受けてください。ね。やっぱり、あの、六分の点、長く書か,かんといかんのやと思ってる人は。まあ。 あの私はそんないらんよっていう考え方やからね、うん、あの合わないかもしれませんけど本当にあの時間がなくて困ってるんだとそういう人には本当にいいと思いますよ。うん、で私はほらあの入門系ももちろんやっててね入門から中級上級者まで面倒見てんだけどやっぱその入門せえて1回で1年しか勉強してないですよね。 でここ5年ぐらいやっぱりあの一発合格者が業界で最もあの出てますんで、まあ、そう考えると間違ってないなとあ間違ってないなっていうことに対しての確信を得たって感じですかねやっぱり間違ってないなと端的に書きなさい短く書きなさいという指導が確固たるものになってきたと。 うん、だから真似されても困るんで、あのー、いいと思います私だけでこういう考え方でやってるのはねうんいいと思いますよまあ対立軸もしっかりしてるし,しねはいさあそういう感じだねでその担当エミネント講座はねどういうコンセプトでやってるのかっていうところをね言いましょうかでこれは商標なんで商標なんだっていう 話なんですけども商標法ってね比較的改正が少ないんですよ。うん、まあありましたけども、あのー、ゼロではないんですけど、えー、少ないです。それでちょっとねあの私のカリキュラムをですねちょっと紹介したいんですけどもあのー、担当 エミネント講座、これ見てください。あの通信と通いのハイブリッド、通いと通信のハイブリッドみたいな感じなんですよ。これは二つ理由がありましてね。一つはやっぱりコロナ対策です、ええ。コロナ対策ということで、やっぱり通学の人もやっぱりこう やっぱりなんていうか心の中にはね本当は現場行きたくねいんだ現場行くの怖いなという気持ちもあろうかと思います。ね、でもやっぱり現場行ってなとといいううころろもあろうと思いますその,その皆さんの気持ちに配慮いたしまして、えー、通学と通信をうまくバランシングしてカリクラムを組んだ。 もう一つの理由はもう試験がそもそも4ヶ月遅れましたのでいつもより講座のスタートが遅いんですよだってそうゃないですか4ヶ月も遅れてんだからね四4ヶ月遅れの実施ですよそうすると必然的に全部生講義で行うのはまあ可能ではあります他の普段の曜日とかもやればでもそうすると皆さん困りますよね普段の方が忙しいというか会社もあるでしょうし だからもう日曜日だけで抑えてます日日曜日だけでねあの完結するようになってると。で、あのー、その何を通学で何を通信でというところになろうかと思うんですがそこで考えたのが比較的改正に影響のない「うん」「解無」とは言いませんが。 この商標法と条約と不況法ね、あれ先生不況法って改正の嵐じゃないですか。もうね。安定してきました。商標状態を保ってます。ええ、もう安定してきました。去年一昨年はもう台風の目でしたよね。安定期に入りましたよ。ああ。まあ、そういうこともあるんで。あの。不況法。それから。まあ商標。条約不況法。法まあ、そんな感じでね。ええー。 もうすでに私収録が済んでるんでねそれで多分あのこの商標法の見本があ入ってるんだと思います、ね、皆さんどう思いますこの私のあれを見てテキストを見て何も思いませんかうんなんかあのあれに似てるなと1年目の担当アドバンスに似てるなとどうですそれ,でそれぐらいの感想しかないですか うん、まあそういうふうに思ってもやむを得ないかもしれませんあの担当アドバンスをあのベースにさせてもらっていることは間違いないんでしかしこれだけ言いたいですもうそこがもうこの私の担当エミネント講座の本当に価値がある部分だと思います。それはですね担当基礎力完成講座担当アドバンス適所をつく使った担当基礎力完成講座。 これを受けた人ならわかるけど。あの、正直言ってですね、もう。メタボなんですよ。正直、メタボです。メタボって、あの、太りすぎ。ね。要するにもう、あの。レッド。もう黄色い。注意信号じゃないですね。警告信号ぐらいも。肥大化しちゃってるんですよ。だから、おそらく。 私はなだけはないと思いますが、他の先生もそうだと思いますけど、ほとんどアドバンス使ってないんじゃないかな。授業で。ああ、多分あのそれぞれ孔子講師レジュメっていうのがあるから多分ね。それを使ってると思います。で、私も実際そうですから、あのー、っていうのは限られた。そのコマ数の中で、あのアドバンスをくまなく教えるのは不可能です。これは断言します。 私もう20年のキャリアですええ、そうするとねあのやっぱりいろんなことが分かってくるんですけどあの満足いく講義をしようと思ったらね1回あたり1回あたりというのはまあ3時間なんですけど40ページが限界なんですよ、うん、40ページを超えるならばそれは何かを犠牲にするしかありません。 つまりもう端折りながらねどんどん端折りながら前進するまあそれだったらできますよテクニック的に教えるテクニックとしてでもなるべくくまなく漏れなく教えるための限界が1コマ当たり40ページです、ね、なのであのとてもとてもその「タントアドバンス」無理なんですよ一回あたりまあそうですね私あの 翌日だとイメージが湧くんだけど、一かたり七十ページぐらい進まないと。終わらないと思いますね。うん。そうですよ。六十、そうやね、少なくとも五十ページ以上は進まないと、終わらない、五十五から六十ページぐらい。だから、完全にやっぱりこう、満足いくコマ数。のな、限られたコマ数の中で。 満足のいく工業すはこれは私のそういった経験則に基づいてしかもここに書かれているコマ数から逆算して漏れなくくまなく教えられるように計算しつくされた質と量を保っておるというところが一番の売りです。ししかもしかももですよ ここがもうすごいことなんですがあのこれ皆さん普通に見えるかもしれませんけどね多分タントアドバンスで例えば説明がこの辺で終わっとったらここにもう次の条文が来るんですよ。ねここに。だから要するにあのお構いなく隙間空けることなくあの次の条文が入りますで。私は見開きにこだわってるんですよなので見てください22ページから始まって23ページで終わってるんですよ見開きです。 でほら次の条文来てますからほらで短い条文もありますこうやってでも見開きで2つの条文はパッと一覧表示的には分かるとほらね、うんで次の条文あ次はもうあれかメモページあれば何が言いたいか分かるでしょ2つのことがもう隠されている1つは私の経験則からくまなく漏れなく教えるためには、えー、このぐらいの分量にした方がいいというのを非常に吟味しております でもう一つはテキストの見やすさ一覧表示の性の確保見開,きせ見開きで学べる見開きでパッとこう見たときにまあ私の講座は色を塗っていきますしその色の残像が脳裏に残るそれが現場で思い出されそれが正解に、えー、正解への原動力になる。切りのいいところで終わってる。 そうでしょまあところどころキリのりの悪いところもねあるんですよどうしてもでもまあなるべくこういうふうに編集してますから皆さんもおそらくね使いやすいと思いますこれはあのなんかめくるめくるのが嫌なんですよ俺こうやって途中で途中でまだ説明が終わってないとめくらないかいそれがもう嫌いなんですよ俺うん霧のいいところでもう一覧標識に見れるのが一番いいでしょそこはものすごいこだわってます私受けてもらえれば分かります だからパッと見アドバンス的そうに見えるかもしれないけどか,らかなりの努力があの施されてますねかなりの努力が施されてるとうん目に見えるところはねあの分かりにくいかもしれないけどパッと見で分からないというようにものすごく工夫がされておるというところですね はい、そしてあさらにですねあの一問一答集中のがありましてね、うん、これもあの無難に商標法の問題を挙げてますけどで私のこの一問一答はですねあのやはり一覧表示性を重視しておりまして1ページあたり五、5にしてます3とか4とか6になったりしませんえとにかく5に固定してますえやはりこれも一覧性確保ね うん、でまあポイントになるようなところはアンダーライン引っ張ってるしね、うん、とにかく問題も回答もまあなんていうかコンパクトにね、えーまあ、勉強しやすい形で、えー、この編集編纂されているというふうに、えー、理解していただいていいいいいただと思いますでもちろんあの改正これはね商標法はあまり改正は入ってないですけど あの改正の問題も結構出しておりますが特に衣装法はね改正の嵐ですからまあそういうところをね売りにしておるとなのであの皆さんねこういうふうに思うかもしれない論文もあ俺のね入門講座とか受け取ったことのある人はこう思うかもしれないあれ先生 担当も論文も見慣れじないじゃないですかと見慣れじくださいともしかしたらそういうふうに思われる方いらっしゃるかもしれませんねこれに対して私はどう答えるかそれをいらなくしたのがこの講座ですどういうことがわかりますかつまりその担当で言うならばあの分厚いちょっとメタボリック気味の 担当アドバンステキスキ、ね、すごいもう豊富ですでも限られたコマ数の中でくまなく漏れなく教えることは不可能ですあのテキストはだから各先生方が苦労して講師レジュメを用意してる私もそうです通称「ミアレジ」と言います「ネコレジ」ではありません「ミアレジ」ですよ「ネコレジ」ではありませんよであのその「ミアレジ」ね 非常にコンパクトシンプルさをそのね売りにしておるところなんですがその「担当アドバンス」も非常に小説醸ミアレジ」非常にシンプルその融合化を図ったのがエミネントテキストであり「トリニティテキスト」なのでミアレジ不要なんですよだから皆さんね あのー、なんかほらいっぱいいっぱいもらって、まあ、喜ぶタイプの人もいると思うんですけどあのいっぱいもらうの嬉しいかもしれませんがその分やらないといけないですよ。私は逆ですねこれさえやれば十分じゃないっていうものを提供したい。ね、うん、だからもう担当はエミネント適素もちろん一問一答あるよあの自学自習運ね。もう潔くその2本でいきたいと思います。あれれれもそれももこそ出しません もう潔くエミネントと一問一答論文の方はトリニティテキストだけねもちろんあの随所に板書出ますけどね板、うん、書で補う補えるところは補っていくとそういうスタンスですからええまあ皆さん私のこの考え方をねえー、理解していただければあのリベンジ可能ですね もちろんほらあの入門レベルで1回で受かっちゃう人は受かっちゃうんでそのレックの,その 1, 年1年目の適当がねその悪いわけじゃないよ全然そこは教える側のテクニックでいかようにもできるんだから、まあ、だからじとかで何とかやってきたわけですですも中上級ですから皆さんね中上級というのはやっぱりリベンジの人が中上級を受けるんですからそうするとやはりそれなりの完成度 密度の高さ濃さあそれからやっぱり見やすさそういったものに対してあの目が超えてるお客さんが多いと思いますやっぱり1年目の受験生に比べてねだからそれに十分応えるだけられるだけの完成度を秘めてると、うんね、それが私が提供するエミネントテキストでありトリニティテキストであり、まあ、一問一答であると。 いうふうに捉えていただくと嬉しいかなとこのように思いますはいじゃあねそんな感じでえー、リベンジ学習法ねそれであとはねそのもちろんあのほら皆さんの中には過去問が弱いとかねまあいろいろあると思いますでこれは過去問対策講座ではありませんからねあのやっぱりこの軸をこう軸を中心に据えつつ 地に足のついたあ知識と能力を提供していくというところに主眼がありますからねその過去問だけをやるという講座ではありませんから、うん、そのベーシックなところも踏まえながら過去問も時々や,やりつつあの過去問を変形させた問題とかをねそんな感じです。で三密体だからまあ演習的な要素も取り,取り入れていきます。ね、いいですか だから期間講座はこれでもまず間違いないあの選択肢としてはただ間違いなく正しいと思いますであとは隙間的なものをゴールドウェブだとか同情だとか単発的な講座だとかで補っていくと、うん、これでまあ資格のない学習になってくると思いますはいじゃあ皆さん今日はこの辺で終わりましょうかね 三十分経ちましたし、三十三分だよ今。ということは、三三サ,サタデーですね。えー、まさに、お、三、三十三分、三十三秒、今過ぎました。三三サ,サタデーが今過ぎました。じゃあ、今日この辺で終わりたいと思います。ええー、二千二十一年向けの。宮口中、担当論文、リベンジ合格法。学習経験者目線の資格のない学習方法,方法とはということよね。 レクセント講師宮口がお送りいたしました。とにかく私の講座出てください。ね、洋習も兼ねた。で復習はその演習だとか一問一答とかでね、まあ、宿題的に利用していけばいいんでね。もうとにかく講座を受けていただくことがもう資格のない学習法になるということを言いたかったわけです。はい、じゃあ終わりますね。またお目にかかる時までごき健応。